アリセ高岡は外国ルーツの子どもたちの教育、サポート、エンパワーメントを通して新しい地域、多文化共生の社会を築いていくっていうことを目標にした団体です。高岡、外国からいろんな人たちがここに定住して、そして家族で住んで、子どもたちが学校で勉強して育っていくっていう人たちがとても増えているんですよね。で、母語じゃない日本語で学習を進めなきゃいけないっていうところで、やっぱ困難を感じて進学を諦めたりとか、もう学校適応できなくて嫌になっちゃって学校行けなくなってしまっている子だとか、外国人相談員っていう立場で一つしていて、ただその枠の中ではどうしてもこぼれ落ちていくっていう子がいるので、なんとかもっと助けてあげられないかなと思って、学校の外でも支援しようというふうにしてますね。自分を低く評価されるっていう、こう環境にずっと生きてきている子たちでも、そのなんか低く評価されちゃうんですけど、その子の能力が本当に低いわけじゃなくって、たくさん可能性持ってるし、力も持ってる。でそれが見えなくなっちゃってるんですよね、普段の学校生活とか社会の中 でそれを可視化させたいと。言葉だけにするんじゃなくって、いろんな表現の形がある。でそれが一つアートっていうのがあるだろうっていうことでアピールしていく。みんなで変わっていこう、みんなで学びつつ、地域全体としての活動の中に事業を展開できたらなって思ってます。